マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたは忙しくてついおにぎりとパンをコンビニでパパッと買ってね済ませちゃうってことありませんか？私も過去そうだったのでよくわかります。そこでこの動画では私が普段コンビニで買う痩せる食材がわかります。ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、痩せるコンビニメニュー5つということでお伝えしていきたいと思います。では痩せる食品のポイント2つです。1つ目、無添加であること。2つ目、痩せ菌の餌であることです。それぞれ見ていきましょう。まず1つ目の無添加であること、これとってもね大切なんですね。もうたっぷり入ったこの食品添加物のものを食べてみてください。どんなことになるかと言いますと、その要はねお体に悪いものですから、それを分解するためにもう一生懸命そっちにエネルギーを使ってしまうわけです、まあ、例えて言うなら本当にね片付けないといけない仕事があるのに余計な仕事がどんどん後からやってきてそっちに追われてしまうっていうのはそんな状態ですよね。で本当にしたい仕事っていうのは溜め込んだ脂肪をしっかり分解して燃やすことなのに、そちらにね行けず余計なお仕事をですね、まあ、しないといけない、まあ、そんな状態になってしまう。ですからこういった添加物たっぷりではなくって無添加食品であることがとっても大切になってきます。では2つ目です。痩せ菌の餌となる食材ですかということ、ここもとっても大事。あなたがですねもし太りやすいもの、まあ、甘いものとか脂っこいものとかがねもうとにかくやめられない、いけないって分かってるけど止まらないんですっていう場合は、あなたがお悪いのではなくって、あなたの腸内に住み着いている腸内細菌たちのね質が悪いだけなんですよね。まずその種類をね変えていく必要がある。じゃあどうすればよいかというと、痩せるためのその食品が食べたくなるような痩せ菌と呼ばれる善玉菌を腸の中でやっぱりね増やしてあげないといけないんですよね。そのためにそういったものを食べればいいわけです。そして逆にその太るもと、悪玉菌たちが欲しがるような太る食べ物をですね、まあ、食べないようにするっていうのがとっても大切になってくるんですね。なので痩せ菌たちが喜ぶ食材というのを今から5つご紹介していきたいと思います。それでは今からどうしてもコンビニでお昼ご飯買う必要があるなっていうシチュエーションの時にですね、私が選ぶもの5つお伝えしていきたいと思います。まず1つ目はこちらです。じゃ、バナナになります。今回はですねローソンで選んできました。でこちらですね、エクアドルで日本人が作った田辺農園のバナナ、化学肥料不使用ということでもう安心安全のバナナになります。もうバナナはですねもうとにかくその腸内環境を整えるためのベストなフルーツの一つですから、私はコンビニにいた時にですねバナナを選ぶことが多いです。では2つ目です。こちらです。ローソンの素焼きミックスナッツになります。これはですね、まあ、ロカボといって、まあ、低糖質の、まあ、高栄養価ということですごくねダイエット向きの食品になります。でこちら原材料名アーモンド、くるみ、カシューナッツのみで、一切油だったり食塩だったりそういった味付けやコーティングされていないものになります。でこちら1袋あたり 35g 入ってまして、エネルギーが 231kcal、 タンパク質がしっかりしっかりとれて 6.3g、 あと食物繊維も取れますので、お昼にやはりタンパク質と食物繊維が同時に取れるという優れものになるので、私はお昼ご飯の一部としてもナッツを食べることがあります。では3つ目はこちらです。はい、有機栽培の干し芋スティックになります。こちらもね有機栽培なので JAS マークがついている認定の安心安全のお芋です。で原材料名は有機栽培さつまいものみなんですね。このオーガニック栽培で添加物や保存料が一切使用していないものです。で私はお昼ですね基本的にお米とかパンとかそういった炭水化物系の、まあ、塊のようなね食べないんですよね。その代わり朝ごはんでしっかりと玄米をですね
がっつり食べています。なので基本的に私は、1日2食のことが多いんですけれども、お昼食べないことが多いんですが、どうしてもちょっと今日はねカロリーいるなとかハードだなっていう時は少しねやっぱりエネルギー入れる必要があるので、そういった時に私はお昼ご飯にこういった干し芋をね食べることも多いです。でまたおやつ感覚で食べれるところもいいんですよね。そのご飯食べた後にちょっとおやつ欲しいってなったら食べ過ぎてしまうので、もうご飯兼おやつなるようなものを食べるのも私はねよくします。では4つ目はこちらです。ゆで卵になります。もうこの卵ってすごいですよね。もう完全栄養食ですよね。ビタミン C と食物繊維以外はもう全部取れてしまうという優れものになります。でこちらは卵と塩ですねのみでできている味付け卵になります。も私も卵大好きで、よくねお昼ご飯にはこのゆで卵を食べることが多いです。では最後5つ目はこちらです。ベビーチーズになります。やはりチーズもですね、高タンパクですし、こちら無添加ということで、ちょっとね残念なのがこちら見ると乳化剤だけが入っているんですよね。生乳と、乳化剤なので、私はあと今回たまたまなくてね買えなかったんですけども、生乳と食塩だけでできているようなカマンベールチーズとかもよく買います。で今回見つけたのは、せめて香料とか調味料かっこアミノ酸とかね書いてあるそういった化学調味料が入っていないチーズで、これはね、なんとかプレーンだなっていう範囲内で選びました。なのでベストは乳化剤が入っていないチーズになるんですけれども、もしあなたがコンビニでそういったチーズが売ってたら乳化剤が入っていない方を選ぶのがベストです。でこのチーズというのは発酵食品なので、一度も発酵している食品なわけですから、とってもね負担をかけない腸内細菌たちにですね、すごく優しい、しかもその痩せる菌善玉菌を増やす効果があるのが発酵食品ですので、そういった点でもチーズはランチにはおすすめということになります。さあいかがだったでしょうか。痩せるコンビニの食品というのはポイント、無添加であることと痩せ菌、要は善玉菌が増えるようにその餌となる、食材を食べることでしたね。あ、先生これならできそうと思っていただけたのもあったのではないでしょうか。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。